今ですね、私ども三重県伊勢市 UL さんという検定機関の安全試験場を借りております。今回はですね、チャデモ協議会として、新しい技術の展示会をさせていただいております。新しい技術というのはですね、3つございまして、今後の高出力充電、今までの 50kW の充電を3倍にする高出力充電の規格の案内、そして新しく作りました検定機の案内、そしてさらに言うと V2X の新技術の案内という3つを展示させていただきました。チャデモとコンボ、もしくは中国の企画、テスラといったような企画の話があります。チャデモとしては世界に技術的に先駆けていますし、普及の面でも先んじていると思っています。そしてそういったところは今後も続けていく意向ですので、そういったチャデモの姿勢を PR したくて、こういうイベントを開催しました。今回の目玉の高出力充電なんですけれども、これから電池の容量、車に乗っている電池の容量が大きくなってくる、もしくはどんどん EV が普及しまして、高速のサービスエリア等で充電待ちが発生する、こういったところに対する解決策として、充電時間を短くすることでまず充電待ちの発生が減りますし、それからパワーシェアという一つの機械から2本も3本も充電口が出る、こういったものが開発できますので、そうすると一度に3台4台の充電が一つの機械でできるようになる、こういったことの技術として高出力化というのを提案させていただきました。